オンです引き続きこのグローのちょっと動画撮ってきたいと思いますこの撮らないつもりだったんだけどねもう一本ちょっと撮ろうかなと思ってこれもうちょっと一本を吸んでねあのー、昨日も吸ったんだけど普通のあのスタンダードモードとブーストモードでやったんだけど今回あのスタンダードモードだけで吸ってみようかなと思ってこれですねおさらい1がスタンダードモード二がブーストモード 1>, で1のスタンダードモードは喫煙時間の加熱時間が20秒で喫煙時間が4分30秒で普通の強さキック感がで2のこの2のブーストモードは加熱時間がスタンダードモードより5秒短い15秒で喫煙時間が3分だスタンダードモードより 時間が1分30秒短,短くなるんだけどその代わりキック感が強いんですよめっちゃ今回ちょっとスタンダードモードで済んでねこれでちょっと一回開けて手順としては一回まあスタンダードモードとかブーストモードに合わせてそしたらここ開くからでこのタバコスティックをこ突っ込んで,でそこからこのボタンを押すと。 表示されるこれ、OK、これで加熱の時間がカウントダウンが始まって1413これ秒,です秒数なんでねこれが一番上にゲージが上にまで上がってで数字が0になると加熱完了でスえールになるとバイブがなるんで、はい、これで今スえールになったんでちょっと早速吸ってみたいと思います美味しいっすね 昨日ブーーストモードでもこのスタンダードモードでも全然普通にキック感味わえるから美味しいねこれ美味しいっすよおすすめなんでこれ新製品なんでこれ出たばっかりで,でまた先端があの葉っぱが見えないようになって なってててるるるんんんででであの隠れれ蓋さすよだからなこのデバイスのこの中ひこの中がね汚れないと思うんで手入れが必要ないみたいでこれが残量ですねここまで吸えるということでこれ目で表示されるのがいいっすねわかるのが目で一目でわかるから。 あと、どんだけ吸えるかっていうのがわかるのがいいですね。じゃ、ブーストモードは三分だったから。これは、まあ、スタンダードモードなんだけど、今。加熱が。四分三十秒なんだけど、あの。ブーストモードは三分で。結構、なくなるのが早かったからねで。その代わり、あの。キック感は。かなり強いんで。吸った感はめっちゃ強いんで。例えばね、二十本のうち。 大体まあ10本10本でもいいけどスタンダード10本吸ってで残りの10本はブーストモードでもいいんだけど節約したいっていう人はね15本をスタンダードモードで吸って残りの五本をブーストモードでするとかねまあこれは好き好きなんだけど美味しいっすねこれは。 入れてた方がいいのあれに入れた方がいいお好みのリストにちょっと入れとくんでお気に入りにまだまだ吸えるからなうまいっすねこれはいいわこれほんと買ってよかったよ 3,980円のところをねあのファミリーバント限定の2,000円オフクーポンで1,980円で買えたからね色もこれね3色あったんだけどあのブルーとレ、あのー、グリーングリーンはなんか限定カラーみたいだったんだけどブラックがねこの青と緑がね 3, 3個ずつ在庫あったのかなコンビニのレジの裏にタバコが並んるんでしょその上に機械置いてるんだけど。 これブラックだけね1個しかなかったからでこれかなり売れてるっていうことで在庫がもうあと1個残り1個しかなくて俺ちょっと迷ったんですよ3つ出してもらってさ5分ぐらいちょっと考えて5分ぐらいかかったかな結局黒にしたんだけど黒はやっぱかっこいいからね残りこんだけ普段もっと頻繁にこうやってするんだけどねピッチを早いんだけど今動画 取ってしゃべっちゃべりながらだからそんなに吸ってないんだけどこれいいわこのブルーブリリアントベリーってやつこれとってもおすすめです500円これはいいっすねもう残り少ないっすね プロメックスも俺持ってるからアドバンスであと髪はきた勃起のミスターウルマンも吸ってるから二刀流でちょっとやるんでもう少ないっすねもう終わりっすねグローはもう一回なバイブになったらもう終わりなんでこれ、ね、スティックを取り出してくださいって表示されるからこうやってあとはグッバイバイってなるんですよ あんま暑くないなあのブーストってもっと暑かったからねはい今回この購入したばっかりのこのグローハイパープロ名前が忘れちゃったんだけどブラックオプシディアンブラックだったかなとのスタンダドのこのネオこれこちらも新製品で出たばっかりの購入したばっかりでネオ 一緒に購入したあこれターでもらったんでね500ファミリーマート限定のタバコ500円クーポンこのブリリアントベリーネオをこのスタンダードモードで吸ってみたということでやってみましたあとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いしますはいご視聴ありがとうございましたバイバイバイ,バイ本当にこうおすすめなんでねグローね この前の前昨日紹介したプルーム X アドバンスのおすすめなんだけどこっちの方も合わせておすすめなんでアイコスもいいんだけどねアイコス高いからねアイコスをせき込んだんですよだからあれはちょっと買わなかったんで買おうかもしれないけどちょっとわからないけど買って紹介したいっていうのがあるんだけどね、はい、また新しいフレーバー買ったら紹介するんでね今回みたいに買って実際に吸ってみるんでね 喫煙やるんでねはい失礼します